プリント基板、ビア用レーザ加工機、最新事情。住友重機械工業の新モデル、SLR-700T-G3。 発信機には、平均出力 240W のスラブ CO2 レーザを搭載し、ババルの応答性を全機種の 3000Hz から 3300Hz へと引き上げました。発信機の出力が高いため、同ダイレクト加工が可能。加工品質を向上するためにアルゴリズムの最適化やバルス監視機能を備えました。日立ビアメカニクスの最新モデル LC2LA252。 定格出力を 340W に高めた新型スラブ CO2 レーザ発信機を搭載。バルス幅は1から20マイクロセカンドとなっており、今回ガルバの応答性能を高めたことで生産性を5から 10% 引き上げました。三菱電機の主力 CO2 レーザ加工機 GPW3。 発信機は3軸直行 SD 冷気型で、出力は 200W、 パルス幅は最大 10kHz、 生産性は1秒あたり 4500W と非常に高いものになっています。両面加工を可能にする基板反転機構付きの搬送装置も開発。手動が多い裏返し作業の自動化を提案していくとのことです。今回紹介した機種についての詳細及び加工機のメーカー別シェア、市場動向等については、月刊オプトロニクス8月号に掲載しています。お買い求めは弊社ホームページにても受けたまわっております。ぜひ、この機会に月刊オプトロニクスをご覧ください。